JFA 公式伊藤純也の誕生日をお祝い。ハッピーバースデー。今日3月9日はスタッドランス伊藤純也選手の誕生日です。おめでとうございます。純也さんお誕生日おめでとうございます。この笑顔にうるうるしてます。今月の代表戦で純也くんの活躍を見れますように。日本代表招集待ってます。私は伊藤純也代表合流を諦めてない。必要な選手。ツイートされた。このまま代表を選ばれてくれ。つまり代表復帰ということでいいですか。 JFA さんのこの伊藤選手のバースデーポストに日本代表復帰を期待してます。切ないポストするが、応援したい気持ちは JFA も同じと捉えてよいか。伊藤純也選手が帰ってこれそうなのは嬉しいけど、伊藤選手の旗色良さそうだから JFA がなかったことにしようとしてる感を感じてしまうのは俺だけ。アジアへ出たがってた伊藤選手をチームから追い出したのが未だに納得できない。真偽不明のゴシップで途中離脱させておいて、イケシャーシャーとよくやるわ。伊藤純也を守らないサッカー協会が誕生日祝うの滑稽だね。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。